クラスに一人はいるチンポでかいやつ。どうも、令和チャンネルです。皆さん、高校サッカーってご存知っすか？あの、学生生活における部活動で最もキラキラしてると言われてるあの、あれですよ、あれ、高校サッカー。まあ、それをね、私、令和チャンネルの体験した人間にありまして、その当時の監督はもう、とてつもない鬼でした。はい。暴言当たり前、暴力当たり前、令和の時代じゃ2秒で教師免許剥奪されるような監督だったんですね。そんな監督はいつも口うるさく我々に言ってきました。お前らじゃなかったら金だと。俺の戦術は正しい。再現できないお前らが悪いと。いやでも俺らからしたら、いやそのサッカーほんまに強いんかみたいなとこあったんですよ。ということで今回は監督の戦術をもう世界最高の選手たちがやって、で結果弱かったら監督のせい、結果強かったら俺らのせいで、選手権総体優勝できなかったのはどっちのせいか白黒はっきり検証してみたスペシャル。まあ、要は、これは俺の高校時代の監督のやりたかったサッカーをプロのサッカー選手を使って完全再現していこうという、そういう企画ですね。要はね。まあ、それで勝ったら、まあ、その監督すごいね。負けたら、あ、監督マジやったな、みたいな、そういう話ですよ。これで各ポジションにしっかり役割があるんで、これ解説していきたいと思います。まず、ゴールキーパー。ゴールキーパーは飛び出せれば飛び出せるほど強いです。もう、有望果敢に飛び出して、ボールを弾くことができれば、それはもう英雄扱いでしたから。なんでここはね、もうあの、敵人であるノイアをぶち込みました。もう100点でしょう。で、センターバック2人。ここに関しては最も求められているポイントが1個だけあります。ヘディング。とにかくヘディングさえできればセンターバックができました。まあ、ちなみに令和チャンネルもセンターバックやってたんですけど、ヘディングはできたんですが、足元があまりにも下手で出場機会ありませんでした。ずっと B でした。両サイドバックに関してはもう攻撃しないと死にます。とにかく運動量ですね。そしてスピード。これできなかったら試合終わった後 B チームの間ずっと人工衛星しなきゃならないっていうね、地獄の時間があるんで。で、中盤の真ん中、ここはダブルボランチでやらせてもらってます。しっかり守備して、なおかついいパス出してねっていう。なんつったって、うちのサッカーはもう先に言っときますけど、超カウンターです。とにかくボール取ったら前、ボール取ったら前なんで、その時のセンターフォワードにボールを渡す役割を、このダブルボランチが務め上げていたというわけですね。なんで足元があって、守備もできてっていうボランチを二人ここにぶち込んでます。両サイドハーフに関してはドリブルなんてしなくていい。とにかく走れと。とにかくピストンでいい。チンポです、ここは。もうボールが来たパスして叩く、それかもう走りまくってから裏抜ける、めちゃめちゃ守備する、もうとにかく何でもかんでもやりまくれと。だからチンポというよりはやりチンポですね。もうとにかくやりまくれと。なんで今回はボックスとボックスの2人をここにぶち込んで、まあ、攻守に献身的に走っていただこうということですね。でセンターフォワードの2人に関してはとにかく裏に抜けまくれと。もうボールはポン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 飛んでくるからずーっとセンターバックとこう駆け引きしてなんとか裏抜けると、そういう役割ですね。もう一つあるのがもう前からプレッシャーガンガンいけと。なんでここはラインブレーカーでチェイシング持ちで爆速のセンターフォワード二人ぶち込んでますね。まあ、ざっくり言うとこんな感じですね。もうバッチバチに守って守って守ってカウンター一発ドーン、その後守って守って勝ちみたいな。あの、その幕内一歩の最初のスタイルみたいな。ピータムスタイルみたいな感じですね。まあ、もうね、素材は完璧なんで、これで負けたらそれは完全にレシピが悪かったということですから。はい。要は、果たして本当に悪いのは食材なのか小松なのかというところで、白黒はっきりつけていると思います。行きましょう。まあ、その他の細かいルールに関しては試合中にちょこ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 説明していきたいと思います。まあ、ちなみにですね、うちのサッカー部では調子乗った髪型してると次の日に坊主になってしまうので、そういう悲劇が起こらないようにちゃんと低画質モードにして選手の頭皮を守ってます。いや、懐かしいね。おい、監督見てるか？あんたのサッカーは本当か偽物か。これでしっかりと見分けがつくってわけだ。さあ、選手たちの調子見ていきましょう。なるほど。で、相手こんな感じですね。あれじゃない？もうこの実力を試すうってつけの相手じゃない？いい感じ、いい感じ。行きましょう。前から一人。絶対一人はプレス。そう、絶対ダメです。一人はプレス。一人やる。そう、絶対ダメです。で、こいつはもう蹴る！もう危ないと思ったら蹴る。で、もう一気に縦に蹴ります。一気に縦蹴って。でも、ここの一気に、全然、待って、おい、それやばい。いや、反抗的なプレーは絶対終わりよ、マジで、お前も。あ、まず一人。うわ、やばい。ナイスよ、最高はもう速攻クリア。速攻クリアしてカウンター決めるよ、カウンター。で、ここの拾う。これバレる。そう、この拾えれば強い。で、そっから一気に立てよ。あ、いったいったいいよ。いけるよ、待って。うわ、打ちよかー。決まりましたね、悲しい。あ、ちょ、待って、めっちゃ見ながらいいわ。センターバックの人選が完璧すぎる。で、こっからバーってボール持って上がってて、ひたすらに裏に蹴る。ひたすらに裏に蹴る。で、ひたすらに走ってチェイシングかます。やばい。あ、OK、危ねえ。あそこでなんかもう球際負けたら終わりです、ちなみに。ちょ、何しよう何しよう。もう気抜くな、やばいぞ、それは。
こうやって、もうこうやって蹴る危ない、こんなの危ない危ない。こんなところでなんかボール下げとか、その器用な真似しませんから、うちは。とりあえず、ああいうなんか密集してボール持ったら、とりあえず蹴ってみて、味方に行ったらラッキー。でこれも蹴る危ない、本当に。そのルールとしては、ああ、オッケー、ナイスです。で、これも一気に前。どうです。で、裏に蹴る。足が速い二人がとにかく前に走って走って、フィニッシュを決めるおらおい、なかなかやるやないかい。で、これ前から。ひたすら前から。ひたすら前からで、これで蹴る。まだ、あの、点取った後はとにかく前蹴る。前蹴る時間5分は作る。点取った後は。もうその後すぐ点取られちゃうから。で、これ下がる下がる。これ下がって下がって。絶対に、そら、いいかといいぞ。でも、蹴る蹴る、もう絶対できる。はい、もうあの、1点取ってから消極さが倍になります。はい。こういうなんかと1点リードとか比較的調子がいい時は絶対に交代しない。何があろうと交代しない。たとえ1人打ったら足がつってるから絶対に交代しない。そう、これ。これ。これよ。で、チェイシングよ。無理か。いけるいける、あ、いけや。で、これ負ける負ける負ける、これ負ける負ける。これも負ける、これでこれで。これでいい。これでセンターバックは水をずっと待つから、ずーっとこうやって。ヘビみたいに。これ一人、これ一人からやばいよ。これ一人からやばい。これやばい。あー、これやばい。これもう息立てよ。うん、これ息立て。あ、OK。もうこれ出るな、もう前足だけでいいから。それから、それプレッシャー、そうそうそう。で、この辺高いしてボール奪って、で、前向いてサイド出して、サイドは走ると、そう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 。で、気合でなんとか前持ってって、で、こっから技術とかないからとりあえず開けとく。したらなんとかなる。誰かがボールを拾う。ひたすら前に蹴って、落として、で、前に走ってセンターボールが。サイド使う。そう、走ったサイドバックやったら絶対に使え。この鉄則。あ、OK、ナイスナイスナイス、いいよ。そして、うちのスーパーサブっていうのは、とにかく、センターフォワードでバカでけえやつ一人。そして、一年で足元でかくて自由を許された男を一人。これがうちの交代。よしよしよし、調子調子。ちょっと待って。間に合え!俺や!いけ、でかいやつ!さあ!なんか、ウィレだったら普通にそこそこいけるね。え、何?うちの監督ってもしかしてサッカーウィレで学んだ?おい、センターフォワードワンツーだろ!って言ったらウィレで学んだこともしかして。まさか、おい、フライスルーパス出せよってまさか、ウィーレから学んだ。え、まさか、うちの監督のバックボーン、ウィーレ。つなぎすぎっすかね、全体的に。あの、そんなつながなかったんで、ボール持ってたら監督からブチ切られるリスクしかないんで、もうみんなボールを爆弾だと思ってあの、扱うわけですよ。それが足りなかったね。ちょっともっとみんな爆弾で扱っていこう。オッケー、それ意識してやっていきましょう。あとちょっとね、途中で思い出したんですけども、ラスト滑る。これ絶対、絶対やらないといけない。なんでも敵のシュートを打つとき、うちのペナルティエリアのディフェンス陣全員コロンドット説あるぐらいまで全員滑ってたから。それやっていこう、ちゃんと。控えの選手、あの、余裕ないんで、あの、基本的にスタメンはどんだけ調子悪くてもスタメンでいきます。はい。で、あえてこれな。あー、めんどくせえ感じで来やがった。まあ、どこまで通用するかわからない。いきましょう。誰か一人は近く。誰か一人は絶対プレス。そう。誰か一人、誰か一人絶対プレス。そうそうそう、そうやってボロ取ってきた俺たち今まで。はい、これもよくありましたね。過剰なアグレッシブがファールを生むという。よくありました、これ。足元でちょこちょこ回す技術はないので、とりあえず前に蹴ります。で、センターバックとかみんなこうやって分けそう。飛べ飛べ飛べナイスみたいな。これ、これこれ。で、上がってきた!ベルナーに!あー、調子悪いからやっちゃった。誰かは。必ず一人がいる。必ず、だから危な危なやめろよ、マジで。前からのプレス甘くてミドルシュート決められたら全員外周ラインやめてくれ。ちょ、待って。やばいって、それは。うわ、高かったら負けたら、うち終わる、ほんとに。あっぶね。はい、前蹴ろう。これ完璧。あの、こんなプレス絶対ない。絶対前、バコンって蹴ってんのに。あ、これめっちゃよく見た。セダウンが何もできず死んでいくの。思い出すわ。オッケー。これは、普通だったら繋げろ、もう蹴る、適当に。で、センターボール走らせる。あ、オッケーオッケー、もうこれこれ。そう、チャレンジカバー、チャレンジカバー、チャレンジカバー、ナイス、オッケー。で、もうこれは、もう蹴ります。蹴ります。おい、ほら、行ってんじゃん、行ってんじゃん、ほら。ほら、ほら、いけるいけるいける、欲しい欲しい欲しい。あ、うちのサッカー、これこれこれ。これで相手が事故るのをじっと待ち続ける。やってること、痺れ罠とか落とし穴と一緒。で、そう、忘れてたよ。そう、うちは、とにかく左サイドバックのチビが、ロングスロー投げれるから、ここでこうよ。これで一気に流れ込めつって。で、ここでいつも通り背合わせて。なんかいるよ。オーケー。でも調子乗ってこういうパス出す。なんかそれっぽいパス出す。意思も何もなく。まるで中を見てるからように何も見ずにパス出すから。これしっかりプレスだ。これしっかりプレス。これしっかりプレス。しっかり、そうそうそう。で、これ蹴る。危ない。こんなところでボールなんてキープできるか。蹴れ。もちろん。もちろん蹴れ。やばい。
うわーやったわー。前半ラスト時間に決められたらハーフタイムずっと切れられる。ああ。お前ら言ったけど水飲めんからな。うん。お前らずっと切られるだけやぞ。そしてじゃあ今回は調子悪いってことでちょっとスーパーエース1年ぶち込んでいいっすか。で、ここはもうひたすら、通りがうまいですよ。そ、このさ、これが意外と効くんですね。あはははは。まんまや。はい、お前交代。もう交代。もううちのチームにおいてあんなところにミスることがあったら即交代。即交代してケツバコバコ蹴られとけ、お前は今から。あの、保護者の目の前に蹴られるから、うちの高校だと。はい、ヘリング。ナイス、いいね。で、これ前、ひたすら。そう、ひたすら前。来た。唯一。自由封された位置で、あはは、しくった。でも、先生はあいつがミスっても何も言わない。いるよね、そういうやつ。もうこうなったらもうひたすらよ。ひたすらでけえやつにボール回して、そうキープさせるわけ。はい、行くか、おはは。めっちゃ強いやん。なにそれ。え、田岡先生もにっこりですな、こりゃ。結構じゃないか。魚住に見ててやりたいわ、このプレイ。とにかく前から一人。前から一人。とにかく、そう前から行く。で、わあ、それドリブルしなくていける、いける、いける。いける、いける、いける。最悪やった。これ、令和チャンネル。まんま令和チャンネル。ジェリーマン、あ、いける、いける、よしよし、危ない、ね。で、一つ繰り返す。そうそう。あ、で、これは、このキャラでさすがに、パス当てる。で、お、いけるか？お、お、お、来た。超優秀1年。あはは、うまいうまい。超優秀1年。来た。おい。おい、でも先生は全然名前もない。ナイスだー。お前はもっとお前のプレイやってけ。来た。いけ。うわ、絶対やる、絶対やる。めっちゃある。裏とか行きさえ抜けてねえのに。前行ける、めっちゃある。オッケーオッケー。いいよ。あ、待て。やばいやばい。それ以上にやばいね。お前さん、この滑りは完璧。それ、うちの高校そのものだ。絶対滑れ。オッケー。あ、絶対滑れ。あぶねえ。あぶねえ。ああ、決勝結果、高校サッカーは熱い。以上。